見てて楽しいサッカーはもちろんですけど、しっかり結果にこだわったサッカーっていうのをしていければいいなと思います。エスパルスはここから始まる。仲間を信じて、サポーターを信じて、さあ共に駆け上がろう。2月28日ホーム開幕戦 VS 愛媛 FC。 そうですね、まあキャンプの前からしっかり見本でいいトレーニングを詰めていると思いますし、キャンプ中も3試合しっかりみんなでこなして帰ってきて、また、残りの試合もしっかり戦えたんで、開幕まですごいいい状態でみんな来てると思います。そうですね、まあチームとして何をやるかっていうのが明確になってきてますし、それをみんな、監督がやりたいサッカーっていうのをしっかりやる意識っていうのはすごい変わってきてるかなっていうふうに思います。コンディションはすごいいいですし、はい、例年に比べてもかなり、自信を持ってプレーできてるんで、はい、楽しくサッカーできてます。やっぱ攻撃的なサッカーを1年間通してやっていきたいですし、その攻撃だったりはやっぱりスピーディーな攻撃はやっぱり要求されてますし、それ見てて楽しいサッカーっていうのはやっていきたいですし、自分個人としてもやってて楽しいサッカーっていうのはやっていきたいなっていうふうに思います。エスパルスはここから始まる。仲間を信じて、サポーターを信じて、さあ共に駆け上がろう。2月28日ホーム開幕戦 VS 愛媛 FC。 すごい楽しみですね。本当に舞台違いますけど、やっぱりエスパルスがまた J2 という舞台でどれだけできるかっていうのも楽しみですし、やらなきゃいけないっていうのはもうみんなが分かってるんで、そういった中で早く試合をやってね、自分たちが強いっていうのを証明していきたいなっていうふうに思います。自分たちは1年間通して、変わらずぶれないでやっていくのが、いいと思いますし、そうやっていければ絶対、J1 昇格できると思うんで、まあ、相手云々より自分たちが1試合1試合落とさずやっていくっていうことが大事かなっていうふうに思います。やっぱり責任感を持ってプレーしないといけないと思いますし、まあ、サッカーだけじゃなくてそういうコミュニケーションだったりチーム内の雰囲気っていうのはやっぱり明るくしていきたいですし、まあ、いい雰囲気のチームはやっぱり強いんで、そういういい雰囲気っていうのを常に作って、まあ、いい時も悪い時もあると思いますけど、そういう悪い中でも、いい雰囲気で、チームみんなで乗り越えていければいいかなと思います。そうですね、まあ、開幕やっぱりホームで戦えるっていうのはすごいプラスですし、まあ舞台っていうのは変わりましたけど、やっぱり応援してくださる人たちはいっぱいいると思うんで、そういう人たちのためにやらなきゃいけないですし、常に勝ち続けてれば、サポーターの皆さんは絶対来てくれると思うんで、まあ、見てて楽しいサッカーはもちろんですけど、しっかり結果にこだわったサッカーっていうのをしていければいいなと思います。今年1年間、まずはよろしくお願いします。なかなか、難しいシーズンに正直なると思いますけど、難しくしないように、頑張っていきたいと思いますし、まあ、いい時は長く続いて、いち早く、J1 復帰できるように、チーム全員で頑張っていきたいと思いますし、サポーターも一緒になって戦っていってくれれば本当に力になると思うんで、チーム全員で、静岡全体で、J1 に上がれるように、一緒に戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。エスパルスはここから始まる。仲間を信じて、サポーターを信じて、さあ共に駆け上がろう。2月28日ホーム開幕戦 VS 愛媛 FC。